り第1回破滅エンド回避のための作戦会議を始めます。何か良い案のある方は？はい、どうぞ。カタリナ・クラエスさん、ジオルドと婚約しなければいいのよ。でもジオルドから申し出てきた婚約ですし、そんなことできるのかしら。確かに魔法学園に行かなければいいのよ。魔法学園に行くのは魔力を持つ者の義務です。ご覧ください、カタリナは5歳の時に土の魔力を発動しています。出た土ボコ。この時初めて土をボコッと動かしたのよね。こんなしょっぽい魔力のために学園に入学しないといけないなんて。そもそもゲームの主人公をいじめなければいいのでは？でもいじめなくても首謀者にされてしまうこともあるのでは？どういうこと？ジオルドは天使の仮面をかぶった腹黒王子です。主人公と結ばれるためならカタリナを貶める可能性だってありますわ。そんな！じゃあ一体どうしたら？皆さん落ち着いてください。私にいい案があるわ。殺されそうになった時のために剣の腕を磨くのよ。さらに魔力も高めておいた方がいいわ。それなりの魔法が使えれば国外追放されても職には困らないはずよ。では皆さん、今後は剣の腕を磨き魔力を高めるということでよろしいですか？意義なし。キャッテ、怪我をしてから変ですわお嬢様。でもお医者様は異常ないと。魔力を高めるためには己の魔力の源と対話することが大事か。そうだ、お嬢様、一体何をされているのですか？魔力を高めるために土と対話するのよ。土と対話といえば畑作りでしょ。畑作るってことは土と喋るってことなんだ。ありがたい教えをありがとう、おばあちゃん。全く意味がわかりませんし、根本的に間違っているような気がしますが、